フォートデトリックとは、アメリカ合衆国、メリーランド州フレデリックにある、アメリカ陸軍の医学研究施設である。アメリカ軍における、生物兵器の使用や防護に関する研究の中心拠点となっている。エイトボールと作業員、1968年頃、エイトボール底部、1969年、フォートデトリックの歴史は、1929年、当地に、 フレデリック空港が建設されたことに始まる。第一次世界大戦で活躍したアメリカ陸軍少佐で医師のフレデリック・デトリックを称えて1931年デトリックフィールドに解消された。1943年航空センター業務が廃止されアメリカ合衆国連邦政府は用地を拡張。 キャンプデトリックと解消されてアメリカ陸軍の生物兵器研究施設になった。1956年一時的でなく高級的な施設となり以来現在の名称で呼ばれている。フォートデトリックでは1943年から1969年にかけてアメリカ合衆国生物兵器プログラムの中心施設として生物兵器の開発や実験、 生産が行われた。1946年頃から旧日本軍の731部隊による実験資料が持ち込まれたとされる。最初の本格的な活動は炭素菌の大量培養で、ついでブルセラ菌、ヤト病菌の培養のための建物が建設された。1943年8月から1945年12月までに、20日ネズミ60万頭。 モルモット3万頭サル166頭を含む17種類の動物が使用された。1950年、容量1000立方メートルの球形の大型実験設備、エイトボールが完成、宿病菌を詰めた爆弾の最初の実験が行われ、ついで炭素菌の実験が行われた。2000頭の赤毛ザルがこの実験に用いられた。1969年、 リチャード・ニクソン大統領は攻撃用の生物兵器を作らないと言命。以降はアメリカ陸軍感染症医学研究所が設置され、対生物兵器、生物テロの防護研究を行っているとされる。同研究所はバイオセーフティーレベル4の高度な設備を持ち、世界的にも知られている。防護研究用として、現在でも少量の生物兵器が配備されている。 1971年から1976年7月にかけて研究所は韓国内で大量の胎児の腎臓を買い付けていたことが明らかになっている。腎臓は中絶手術によって取り出された胎児のもので韓国政府の輸出許可証を得て2万数千個がアメリカ国内に運び込まれていた。持ち込まれた腎臓は有効性出血滅の研究に 用いられていたとされている。2019年8月の細菌漏れ事故と閉鎖を経て、2020年4月にオペレーションが再開された。2021年には新たに施設の拡張と改修が行われた。フォートデトリックでは過去に4名の研究者が感染事故によって死亡しており、そのうち3名の名を冠した通りがある。 2001年に発生したアメリカ炭素菌事件の犯行に使用された炭素菌種は当施設で保管されていたものだったとされている。犯行は当時炭素菌ワクチン開発チームのリーダーだったブルース・イビンズによるものとされ、訴追される前に自殺して事件は終結した。事件の捜査の過程で重要参考人としてスティーブン・ハットフィルが名指しされ、後に不当に。 犯人扱いされたとして、司法省を相手に訴訟を起こし勝利した。しかし、アメリカのシード氏とイギリスのオブザーバー氏の合同調査によって、高レベルのセキュリティクリアランスを持つハットフィルの履歴書に多くの虚偽が含まれていることが発覚し、フォートデトリックの採用選考のずさんさが明らかになった。2021年に、2017年から2019年に、 複数回フォートデトリックから韓国に汚染物質が違法に持ち込まれたとして韓国の民間団体がフォートデトリックを提訴している。2021年4月に海軍の病院衛生兵による銃撃事件が発生し二人が死亡した。1964年に書き下ろされた小松左京の SF 小説復活の日で引用され、1969年には マイケル・クライトンがアンドロメダ病原体を発表。1971年の映画アンドロメダに出てくる地下研究施設のモデルとなった。ありがとうございます。